東塩釜駅は、宮城県塩釜市藤倉三丁目にある、東日本旅客鉄道線舶線の駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅。築堤上にあるため、高架駅のように見えるが、高架駅ではない。ホームへは、地下道で連絡している。線区間は、仙台方面から駅までであるため、 折り返し電車も多く、留置線、乗務員宿泊所があり、夜間大泊もある。当駅石巻駅間は単線で、保安装置も青葉通り方は、A タックス、高城町駅方は、ATSSN となる。なお切り替え箇所は、当駅陸前浜田駅間で、通常は自動切り替えとなる。また、過去に当駅構内に潜席線の運転指令書が置かれていたが、 青葉通駅仙台駅間延伸時に運行管理システムの更新が行われ、同時に宮城の総合事務所内へ移設されている。多賀城駅が管理する業務委託駅。緑の窓口はないが、窓口が設置されている。自動券売機、自動改札機が設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1821人である。 2000年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。